はい、はい、こんばんはということで、出口大輔と伊藤大輔のおしゃべりワンルームということで、はい、はい、はいじゃないですよ、はい、なんでタイトルコール流そうとしたんですか。いやいや、普通に一人だけ言わされそうになりましたけど、ということでね、はい、1ヶ月ぶりですけど、そうですね、うん、どうですか。そうですね、2月、うん、なんかイベント、あ、バレンタインとか、あと受験シーズンとかですよね、うん、今受験シーズン、はい、うん、そうですね。受験は伊藤さんはいつまでやってたんですか。そうですね、僕大学院まで一応行ってるんで、まあ、大学院まで行ったんですけど、うんうんうん、結構そうですね、受験はやってましたね。だからその大学受験はしたんですか。あ、しました、一応しました。あ、じゃあ、はい、で中学高校はもしました、公立私立。中学は、公立って、高校は私立で。じゃあ高校受験して、はい、大学受験して、そうですね、で院も、はい、まあ、一応まあ受験っていうのかわかんないですけど、はい、おお、じゃあもうつどつどでやってたんですね。そうですね、なんで僕受験のスペシャリストなんで、何も中、あ、そうですよね、はい、中学もしてるから、はい、まあ落ちてるんで結構同じくです、はい、僕はもう関西の中学とか高校に私立で落とされたがゆえ、はい、東京に逃げてきました。あ、そうなんだ、ね、そういう理由で。いやいや、まあ、逃げてきましたっていうのは大げさですけどまあねちょっとこういうメディアのお仕事につくために、はい、もうあえて浪人から僕こっち来ました。 大学入る前から。でも浪人生活って意外となんかそれでなんか人間が成長したりしますよね。なんかそうですね、僕初めて一生懸命勉強しましたね、その人生でというか、まあ、やっぱね入らないと上がれないですから。そうそうね、そう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 、はい、いや僕もね自分でなんか落ちて、なんで落ちるんだろうっていうのを結構研究して、うん、それでいろいろ修正したりとかしながら、なんかちょっと、うん、頑張った記憶がありますね。みんな受験で励まし合ったりとかして。だちょうど今2月下旬だから、はい、大学受験が終わりかけてるぐらいじゃないですか。そうですね、ね、多分早稲田とか多分今やってんじゃないですか。あ、もう発表出てるとこもあるんじゃないですか、多分。入る。うん、うん、いやだからね、僕高校3年生の全国模試で、はい、夏休み前に、はい、世界史で9点だったんですよ。9点。人名1個と「い」と「え」しか合ってなくてもう「い」と「え」も自信がないっていう、はい、で4択みたいな感じじゃないですか。まあ4択だったら4分の1、4問に1個は。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、だからもう普通に考えたら25点、記述以外の4分の1の点数が載ってなきゃおかしいのにえ、9って何ってなって、もう偏差値もなんか多分35とかだったんじゃないですかね。その世界史のね、適当に書いてもなんか25点取れそうですけど、それ以下だったっていう。でも、はい、本ちゃんの、はい、まあ、自分が入った大学の、はい、時は93点でした。なんでそんな上がるんですかいやもうなんか歴史ってやっぱね、学ぶと上乗るんだなと思いました。その半年間何があったんですか一体。半年じゃないです、浪人した後。浪人した後です。じゃあその浪人期間でめちゃくちゃ伸びたってことですか。そうですね、だからもうなんか世界史なんで、もうめちゃくちゃ長いカタカナの人名とかもうひたすら覚えましたけどね。いや僕理系がちょっとダメで、うん、物理科学、もう科学3点とかしてる。あ、え、理系の科目受けたんですか。あ、高校のテストなんですか。ああ、その、はい、受験じゃないやつね。あ、受験は無理です、もん、まあ、法学部法学は経済です。あ、経済、はい、じゃあ、その後、院が法ってことですね。あ、そうですね、はい、あ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、まあ、あれですよね、どっちみち文系だから、そうですね、ね、はい、科学とかないですよね。ないですね、それを、まあ、まだ受験やってる方は本当に頑張ってほしい ね。だからもうちょっとで、はい、花が、まあ、国立とかまだね3月でしょうけど、う、ね、残りね頑張っていただいて、いや本当諦めないでやれば絶対受かると思うんで、うん、はい、ぜひ頑張ってください。もう僕らは遠い昔、はい、僕らとかも一緒ではないけど、はい、もう僕なんてもうね前世だったんじゃないかぐらいの記憶です、ね、いやいやいや、まあね、そんな中で、はい、今日素敵なねゲストをまたお迎えしてお送りしたいと思いますので、はい、来ていただきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。お します。お邪魔します。すいません、失礼します。首が切れた状態で拍手し続けますけどはいはい、じゃあご紹介していきましょうかね。はい、ちょっとこれね、タイトル間違えないようにしないといけなくてですね、はい、バチェラージャパンシーズン5に、はい、ご参加されていらっしゃいました西山真央さんと鈴木ひかりさんです。はい、もうめ
ちゃくちゃ綺麗に言えた。結構練習しました。練習っていうか、あの正式なタイトルとかちょっと一回構いません、映画のタイトル。そうなんですけど、確かに。いやいや、それむずいやんっていう映画のタイトルとかあるじゃないですか。うん、バチュラーっていう人いるし、ね。あ、そうなんですか。バチュラー、急にぶってくる感じですか。なんか私英語できるわよみたいな。英語できる感出してくれるね。なのでバチュラー自体はあの世界コンテンツといいますか、はい、ね、外国で。あのやってやってたのが、まあ、ジャパンがついて日本版でもやってますよというところですけれども、うん、そこで、一番新しいやつですね、はい、去年の夏ですか、はい、に配信をされていた、シリーズになります。ちょっとね、あんま細かいネタバレしちゃうとあれなんで、まああのちょっと最終的には、まあ、選ばれてはないんですけれども、あのそこのねところのちょっとそのエピソードも、事前にお伺いしたりもしてますので、はい、ちょっとあの最初の入りの部分で少しお伺いしようと思うんですけれども、はい、はい、まああの簡単に説明すると、とっても、まあ、モテメンな全てのパーフェクトな男性を、うん、まあ一人、複数の女性10何人ぐらいですか ?15 人ぐらい ?16 です。で、誰が選ばれるのかっていうその、うん、アマプラとかでやっているあれですね、はい、あれですね、あれですねという番組ですね、はい、で、まずちょっとそのシリーズに、ご参加をされることになったきっかけを教えてください、はい、はい、じゃあ西山さん、あ、そうだ、これをあげないとね、ああ西山真央さんと、はい、あ、ちょっと被んないようにこのひな祭りを被しながら、はい、あ、ちょうどよくなった、はい、はい、じゃあ西山さんからなぜ出ることになったんですか。私はもう友人が応募したんですけど、うんうん、そんなことあるんです ね勝手に結婚させられちゃうみたいなのになりますよね。いや、なんかまあまあ実際に全然恋人とかができてなくて、うんうん、で友達がもう背中を押してくれたっていうか、じゃあ、親戚のおばさんがお見合いをさせるみたいな、そういうことですね。そうです、いきなりハードル高、まさにです、うん、はい、でそれで、じゃあ通りましたと、はい、で、じゃあ出てみようかなと。そうですね、なるほど、はい、はい、ひかりさんは、私も一緒で、うん、友達の勧めだったんですけど、うん、私ダメンズに惹かれがちだったんですよ、うんうんうん、ダメンズとばかり付き合っていて、うん、友達がもっとハイスペックと付き合いなよっていう理由で応募してくれました、うん、ダメンズポイントはどこだったんですか。そのダメンズポイント、他の人が見てもダメンズだねって言われるってことですか。あ、そうですね、うん、なんか私がなんかお金出したくなっちゃうとか、そういうとこ。でもそれはそれだけ魅力があるってことではないんですか。どうなんですか ね、その時点でダメンズじゃないですよね。まあ、魅力的かもしれないけど、うん、だいぶダメンズかもしれない、ね、そうなんですか。でもね、勝手に一方的に出すのは自由ですからね。まあ確かに、うん、出せだったらダメンズじゃないですか。確かに。でもありがとうって受け入れるぐらいはいいんじゃないかなと思います。働かないとか。ああ、それはまあね、まあそれはダメンズっていうか人間としてアウトになりますけどね。働く意欲が、ね、ない人はどっかで死にますから必ず。そうですよね。そうですよ、だから働かないイコール悪ではないけど、働かなかったら普通は死んじゃいますよって話ですから。普通は死んじゃいます、ダメンズダメンズ。だからね、近くのなんかそれこそ動物捕まえて食べないと死ん、もうだって家はあったとしてもね、死んでしまいますから。間違いないです、はい、で、じゃあそういう経緯で出たと、うん、で、こうまあシリーズ出ました。成長したなと思うところありますか。なんかこうね、成長したなと思うところですか、うん、なんかこう忙しく生きようって思いましたね、うん、忙しく生きよう。なんか、うん、どういうことですか。こう恋愛ばっかに集中しすぎると、うん、なんかちょっとネガティブになるというか、うん、そうなんですね、うん、なんか良くない気がして、うん、はい、じゃあ 旅でネガティブになったってこと、うん、ネガティブになりそうだった。あ、なるほど、うん、なるほど、なるほど、はい、あ、じゃあそういう部分を自分で気づけたとですね。もうそれに10割っていうのはあんま良くないことだなっていう、うん、あ、なるほどね、はい、まあ逃げ場所ないですもんね、10っていうのは何でも思いました。今どんな感じの割合なんですか。プライベートと今ですか。仕事とプライベート、はい、いや、もう楽しいことを優先しちゃってる感じなんで、うん、今でもそういう人多いですよ。もう会社辞める人がもう激増してますから、うん、フリーランスでどうにか食えないかっていうのをみんなね、うん、
まあ、みんなって誰やねんって話なんですけどあの僕が知ってる20代の人は本当にいい会社入ってもすぐあの転職したりあの辞める人が僕らの世代よりは絶対に多いと思ってます。あの知り合いの数的なあれで言うとね、僕は、うん、Z 世代ってことですか。 Z 世代だからなのかどうかはね分かんないですけど、やっぱ情報の量とかも違いますしね。なんかあそあの職業あんな給料いいんだみたいなねとかも昔は分かんなかったんでね。まあ、昔はって言ってる時点でだいぶジジイの昭和の初期のマインドで言ってますけど、で光さんは、成長したポイントが、私は、恋愛の価値観が定まりました。お、例えば、例えばあの旅の中で、私ちょっと最初いい感じだなって思って、デートすぐ誘われるかなって思ってたんですけど、なかなか誘われなくって、なんか熱がだんだん冷めていっちゃったんですけど、なんかプライ、戻ってきてからも、なんかいい感じになったらすぐ次誘ってほしいなって、タイミングって大切だなって思いました。あー、なるほどね、タイミングね。まあタイミングは実際もう全てのね、なんか事柄というか、絶対絡みますもんね。いやめっちゃ分かるんですよ、僕あの結構連絡部署だった部分があって、前にあのいい感じだった女性がいたんですけど、なんか返信とか1週間後にしたんですよ。あれですか、1週間違うんですよ、それね、伊藤さん、僕はあの普段やり取りしてるから言いますけど、あの別に彼女じゃなくても遅いですあの基本的に3日ぐらい見ないんで、もう僕は毎回怒って、お早く返すよっつって、せかさないと返すってこれ。いやでもタイミング大事っすよね。タイミング大事大事大事。タイミングっていうかもう忘れてる。タイミングじゃないです。もう僕忘れ、もう忘れてました。忘れてたらもうタイミングないないから。で、まあちょっとそのね流れの中で、まあ、最終的には、選んでいただけなかったという時にのそのタイミング、まさにそのタイミングで、どういうことを思いましたか。もうしょうがないなって思いましたね。もう、まあ、やるだけやったぞと。はい。じゃあすがすがしく。すがすがしかったです。すがすがしかった。ひかりさんも見てますからね。それ見てた。でひかりさんはどう思いました。私は心から好きって言葉にできなかったし、多分好きって多分思わなかったから、それが悔しかったです。出し切れなかったって言うんですか。その今バランスか、そうじゃなかったら出せないですもんね。そうですね、実際嘘ついちゃいますもんね。だからそのまさにタイミングもすごく良かったら本当になんかもう大好きってなったかもしれないし、じゃあそこがまあ深く刺さったというか思ったというか、そうですね、で、まあそうやってまあ配信がされました、出演後なんかこう変わったこととかありました、反響だったり。もうやっぱ歩いてて話しかけられたり、本当ですか、やっぱ街中で気づかれます。はい、すごい。いやもうこんなこと絶対なかったので、いやもうそんなのだからもう普通はストーカーですよ急にだって昨日まで一般人だった人が街中でね、ずっと見てましたとか言われたらどこからですかみたいなね、画面じゃなくて。そう、あとあのフルネーム、もうがっつりフルネームで出ちゃうから、はいはいはい、でもうなんだろうな、例えば病院とかでも、気づかれたり、言われますよ、フルネームで。フルネーム言われるんですか。いや、ありますよ。あ、そうなんですね。あります、あります。まあでも確かに西山さんだと被りますもんね。伊藤さんも被りますからね。あ、てか今日むちゃくちゃめちゃよくある名前。伊藤鈴木。僕以外の。ちなみに僕の名字いじると、あの入口さんはめちゃくちゃ少ないんですけど、いるんですよ。あ、いるんだ、いるんですよ。いるんだ。でも多分イントネーションは入口さんなんですよ。あ、入口さん、あ、なるほど、おそらくね、でも神戸で3件ぐらいしかいなかったです、多分。僕がハローページみたいなやつで調べた。え、出口さんですか。いや、入口さんが、出口さん結構いるんですよ。しかも今芸能界に増えてきて、出口夏希ちゃんっていう女優さんが結構今もうドラマもバンバン出てきて、あと出口あきちゃんって子も SKE48 にいたんですけど、なので結構あの出口派閥を今広げて、派閥何のグループを作ろうとしてるのかわかんないですけどね、全員出口のグループ作ろう、出口ファミリー、で、
あれ、ひかりさん今、僕お伺いしましたけど、その帰国した環境の変化、そうだそうだ、環境の変化はカフェ、うん、あのカフェ店長やってるんですけど、うんうんうん、カフェにたくさんあの見た方が来てくださって、うん、はいはいはい、あもう出る前からやってたんですね。あ、そうです、うん、でめちゃくちゃみんなバラ持ってくるんですよ。すごい、バチェロレッテが始まってる。そうです、やっぱお尻にはね。最初の一人目気になるな。それを思いついて最初に実行、最初に実行したやつ、なんかスイーツあげてくださいよ、もう無料で。確かに。私あとバラ3本もらったら、うん、ファイナルローズだったんですけど、はいはいはい、3本持ってくる方もいて、残りの分みたいな。そう、まずお前がバチェラーになれよ話ですけどね。そのハードルクリアせずに勝手に黒ポーズやん、勝手に20人に思われてる立ち位置から来るみたいな、ね、確かに恐ろしいですね。それはそんなことがまかり通るのはもう僕も言ってますけどね。30本ぐらいもらいました。すごいな。じゃあまあある種ね、このお家で枯れたら次の人がまたちょタイミングこう分けて順番にあの光さんの家のバラを枯らさないグループみたいな感じでやっていけば永遠に枯れないんですけどね。あ、でもじゃあそういうちょっとネタ的なというか、うん、ことがプライベートでも起きたり、ね、じゃあもう本当にあれですね、ある種こう知らない人から知られるという初めての経験みたいな。なるほど。で、最後にまあそういう反響もあり、現在、うん、まあ、どんな毎日を送られてますかというとこなんですけど、あのじゃあ真央さんから順番に。はい、はい、今どういうルーティンですか、日々は。日々は、うん、あのマーケティングの会社の、うん、あのお手伝いをさせていただいてて、うんうん、はい、だどういう感じですか、パソコンですか。パソコンです、めちゃくちゃ苦手なんですけど。パソコンです。うん、本当そんな感じ。じゃあもうそれをやって、あとはオフを過ごして、はい、の毎日。毎日です。じゃああんまりあれですか。じゃあそのこうやって表に出ることもそんなに多くはない。多くはないです。何回かはあったし、うん、タイミングでは、うん、タイミングでは出させていただいて。光さんのちょっとあの羨ましい感が出てますけどね。いやもう本当時間とかで言うとね、多くない多くない。本当時間とかで言うともう。それが日常です。なるほど。ひかりさんは毎日はどんな感じですか。私はあの、うん、カフェの店長と、うん、あと帰ってきてから、うん、あのオンラインのスイーツショップを個人で始めたので、うん、仕事新しく始めたのと、うん、あとモデルもお仕事増えました。ああ、そうなんですね。まあそれはそうですよね。やっぱもう結局認知されてるという一つのね、フェーズというか、うん、アップしてますから。うん、じゃあもう本当にまあ出てよかったこともたくさんあると。あります。うん、ということでね、そんなバチェラーを終えたお二人が、ちょっとねどういうそもそも方なのかというところをちょっと探っていきたいわけですけども、はい、ちょっともう今日こっからはあのいつものねタレントさんゲストの回と同じく掘り下げていきますので、はいはい、今のはめちゃめちゃ慎重な。あら、いやいや、薄い氷の上を今僕は歩いてるんですよ、一生懸命ペンギンのようになので、もうこっからは安心です。ここからもはっちゃけていきます。僕あの普段時々面白いこと言えるおじさんなんで頑張ってやっていきます。はい、じゃあ西山真央さん改めまして、いつ生まれでしょうか。はい、うん、1996年の9月5日です、うん、今おいくつですか。27歳です。おお、じゃあもう何でも一人でできる。そうですよ、立派な大人ね。立派な大人。なんかあります、最近あのやれるようになったなんか新しいこととかありますか。ないんですか。小声の度合いがすごかったですね。今もう本当にウィスパーボイスがすごかったですけども、成長は特に、まあ、もうじゃあ同じ日々をもう本当に回してるんですね。ですね。はい。でもまあね、こうやっては今日初めてでしょ。あ、はい、初めてですかラジオ。はい、もちろん。じゃあもうこれ一つ一歩成長ですけども、ひかりさんもなんと初ラジオ。そうです。いやー、もう記念すべき。記念すべき。
出てみたかったんですラジオ。伊藤さんも初めてみたいなもんですからね。そうですね。毎回そう。毎回初めて気分で。置物のように毎回やっと今 0.1 が積み重なって1回目ぐらい。ちょうど同じぐらいです。で、ひかりさんは、生年月日が1997年の7月25日生まれです。うん、ということで26歳です。うん。じゃあもう1個違い。1個違い。そう1個違い。じゃあほぼあれですね、同じ人生というか。そうですね。ね、だって大体同じ学校の先生でしょ。中学校時代だよ。確かに1個なんで。ね、同じ人生だ。じゃあもうあれですね、あの時なんかあの事件あったよねみたいなのも共通しますもんね。あ、確かに。あと音楽とかも一緒だ、一緒なはず。確かに。世代が、うん、もう僕全然わかんないです正直今のアーティストの人たち。もうだってみんな TikTok で流行りだすから見てないですもん僕 TikTok なかなか。ね、最初読み方も分かんなかったですか TikTok TikTok って言ってました、ね、確かに読めないから、でも やってらっしゃるんですもんね TikTok ね。 TikTok やってます。これ今あれなんですかね、出しときますインスタグラム。あ、そうですね、今すぐ出せるのかな。お、素晴らしい。恥ずかしい。これあの真央さんのインスタグラムですね。まあこれ変わったことの一つとしてやっぱりねフォロワーさんがねやっぱ増えましたよ ね。あ、もうやってました最初から。え、何がですか。そのバチラに出る前から。あ、インスタグラムはやってたんですけど、うん、400人とかもう知り合い。すごい、400人地味にいたら結構多いですよ ね。知り合いの。本当ですか、うん、もう本当地元の人ばっかりっていう感じ。地元どこでしたっけ。大分県。大分県、はい、大分県出身でございます。まあ、今のが真央さんのねインスタグラム。あ、まさにでもね、あ、ちょっとこれあんま映しちゃいけないかもしれない。じゃあもう映せないやつかもしれないですけど、鈴木ひかりさんのページもさらっとだけね、さらっとだけ、はい、こんな感じで皆さんぜひね見ていただければ。もうね、スマホでちょっとでしたら見れますから。はい、ということで、さらっと戻していただきます。じゃああんまりこの、ちょっとやもうね、なるべくなるべく、ちょっとすいません頑張ってます。僕もなるべくこのいろんなね制約の中頑張っておりますけど、ということでまあ SNS を取り急ぎ紹介しておこうというところでしたけども、で、出身が、さっき お伺いしました大分県と、ひかりさんは神奈川県です。うん。なんかあれですか、海寄りとかあるんですか、なんかその、大体というか、まあ、あんまバレすぎない。海寄りじゃないです、陸寄りです。陸寄り。あ、なるほど。陸。そんな方初めて聞きました。でも、亀の種類みたいな、ね。陸亀、陸寄りの亀ですみたいな。海亀か陸亀か。で、でもしかもなんか、あのね、外国の血が入ってるんですっけ。ドミニカ共和国と日本のハーフで、うん、で、あのさっき言ってた、うん、アフリカに住んでいた話は、うん、小学1年生から3年生まで、うん、アフリカのモザンビークっていう国に住んでモザンビークですよ。僕もうだから行こうというアイデアも思いつかない、なかなかね。伊藤さんモザンビーク人とため仲立ちいます。あ、そうですか。多分今初めて、はい、思います。モザンビーク人ではない。モザンビーク今初めてなりましたじゃないですか。モザンビーク人じゃない。え、どういったところなんですか。モザンビークは、はい、あの完全に南アフリカなんですけど、はい、海行ったら、うん、もうなんかマダガスカ、マダガスカじゃった、うん、まあまあよくね、噛まない人といえばもうあの海賊の芸人の方ですよね。ゴージャスさんがマダガスカル島が見える国、うんうん、まあ見える国って言われてもちょっと僕淡路島見たぐらいの記憶しかないんですけど、あれがマダガスカルかってなったことないんですけど、まあわかるんですか、そんななんかマダガスカルやなみたいな、うん、見えます、あのマダガスカルだな。そうなんですか。ヤシの木の影とか知らないけど、なんか鳥が飛んでる。そうなんですね。リゾートっぽい感じ。リゾートっぽいですね。いいな。いや、でも確かにそういう未開のね、まだ世界の見たことないとことか行ってみたいですけどね。うん。じゃあそこで何年ぐらいでしたっけ。3年か3年。じゃあそこ何語なんですか。そこはポルトガル語でした、うん、じゃあポルトガル語はちょっと喋れるんですか。ポキッとポキッと量の表現の仕方の個性がマダガスカルでしたね。ちょっとっていう、マダガスカルボリュームの表現、うん、いや、じゃあまあでもちょっとそういう異文化を体験したということですね、はい、うん。お二人はじゃあ、身長はおいくつでしょうか。私は170センチです。うん、高い。高い。いつ止まりました。
中3ぐらいかな。あ、もうそんなんで、え、170になってたんですか。はい、ありました。やばいですね、それは。やばくないですよ、絶対一番。いや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 、女の子ってそんなもんですよ。あ、でも確かに僕の妹も71か2なんですよ。だから意外と同じぐらいですね。うんうん、あのめっちゃ背の悪化曲げてたから側腕症みたいなやつ出てましたけどね。コルセット、あれして寝てましたけど、何センチが良かったとかあります？もっといければ行きたかったですか？いやもう200ぐらいまで、なんだろうな、ちょっと前までは、うん、160センチぐらいが一番いいんじゃないかなって思ってたけど、うん、もう今となっては、うんうん、これで良かったなって、うんうん、いやでもそれこそね、モデルデビューというか、うショーで行けるじゃないですか、70もあれば。あ、ね、いいえ、ね、いいえ、はい、できない、で、光さんは身長は？私は156センチです。156センチ、どうでした？何センチありたかったとかあります？私170欲しかったです。じゃあもうそうやってショーでバリバリ歩きたかった。歩きたかったですね。まあ、モデルさんですからね。嘘や。いやでもね、やっぱ顔出し的にも映えますもんね。間違いないです。外国の血が入ってますし。ということで、続きましてご兄弟はいらっしゃいますか？はい、兄がいます、うん、兄がいます。はい、兄がいます。はい、何個差ですか？4つ上です。うん、3つ上、3つ上だから、もうここもね似てる、ほぼ一緒なんですよ。1個違いだし。あれ、これ計算上どうなるんだ？4個違いと3個違いで1個ち、お兄さんが一緒なになるのかな。いやいや、2個差になってるのか、開いてるのか。逆に仲いいですか？うん、めっちゃ仲いいです私。むちゃくちゃ首かしげてます。そんな会話しない。あ、どエリアは違うんですか？はい、兄は大分に。うん、あ、なるほど。じゃあまあ会う機会はちょっと少ないかもしれないですね。ないですね。でもほとんど。お兄さんとなんかトレーニングしてなかった？トレーニング。そうなんですか。しましたね。一緒に痩せようとしてんですか？一緒に痩せようとというか、まああのそういうところで働いてるので。あ、そうなんですね。あ、そういうことですね。そうです。別にお兄さんが200キロぐらいあるわけじゃない。違います。よかったですね。ちょっとね、やっぱイメージ的な、200キロだとやっぱさすがにね、ちょっと、まあ、僕もちょっとダイエット中なんでなと思いますけど、伊藤さんでもダイエットもう成功したらしいですよ。いや、成功したんですけど、ちょっと今だんだん増えちゃって、うん、15キロ痩せたんで、だけど今そっから4キロ太ったんで。あらら、あの僕が伊藤さんの玄関の前に毎日肉届けてたので、多分それで太ったんだと思いますけどね。全部食べるんで、出されたら食べるんで。素晴らしいです。はい、はい、趣味は真央さん、光さん、何でしょうか？最近はゴルフをしてます。うん、もう上手くなりました？全然変わんないんですよ。毎回一緒。目標あるんですか？なんか100ですよ。100切り100近くまで行きたいな。おお、じゃあそこにはまだ行ってない。全然行ってないです。うん、ひかりさんは？私ラジオですね、最近。趣味、あ、聞く方？聞く方です、うん、聞いてます。趣味でね、ラジオ局来られたらちょっとびっくりしますけどね。いやいや、ちょっとあのオファーがまだ準備中なんですけどっていう状況になりますけど。え、そん どういう方の聞いたりするんですか？今ハマってるのが大久保佳代子さんのラブブララブ、うん、ラブブララブっていうラジオなんですけど、うん、もう下ネタなんですよ、それ。意外。それは何ですか？逆に普段そういう下ネタを聞き、なんていうんですか、聞くことがないからなんか面白いのか、それともなんかもう普通にちょっとそういう笑い的な下ネタが好きなのか。あのプライベートでは下ネタ振りふっかけられたら、うん、なんか私はなんか、うん、何言ってんのって思ったんですけど、めっちゃラジオ聞きまくって、実は好き。それ中学生で言うならばむつりですね。今先に真央さんが言ってくれたけど、ね、むっちゃむっつりじゃないですか。いや、僕むっつりって悪口だと思ってるんで。自分が言われたらあのもう絶対になんだ俺はむちゃくちゃエロいよって謎のなんかちょっとそれも違うなって思い始めたりするんですけど、堂々としすぎて間違えたみたいなことになりますけど。あ、じゃあまあそういうちょっとお笑い的なやつが好きなんですね。なるほど。でもね、ちょっと男サイドがね言うのもタイミング、それこそタイミングが難しいですよね。女性だからまあラジオって結構いろいろ赤裸々に言えるじゃないですか。そうですね、うんうん、赤裸々。じゃあ大久保さんの下ネタラジオ出たらいいんじゃないですか。じゃあ推薦状、僕がなんか勝手にハガキ職人みたいな感じですね。ねえ、じゃあそういう、まあ、趣味を今やっていると。はい、はい、得意なことは何か聞かれたら何て答えますか？得意なことですか？う
好きなことでいいんですか？好きなことでもいいですよ。得意なこと。得意なことはまあ、うん、泳ぐ。泳ぐ、それなな何泳ぎとかあるんですか？何泳ぎ？犬かき。犬かき。マオかき。いや、なんだろう、進むのもあるんですけど、受ける？受ける？うん、受ける？受けるは泳げることと違いますけどね。ただ水球部だったから、うん、水球部だったから水球巻き足っていう、うん、浮き方あこんなシンクコルあのなんですか、シンクロって言わないですよね今、何でしたっけ、なんとかスイミングみたいなね僕だけ置いてけぼり、シンクロナイズドスイミングでなくなりましたよね、なくなったんですよ名前が確か、変わったんですね、そう変わったんですよ、だからその人たちがやるやようなやつでしょ。そうですそうです。ああ分かった。立ち泳ぎ。うん、そのまま立ってられるみたいなやつか。そう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 、あの白鳥やってるやつみたいな。白鳥？白鳥はこうでしょ。だから普通に。じゃあそういうとにかくスクリューみたいなやつですよね。スクリューみたいなのが。あ、それではできないですね僕全く。てか僕平泳ぎを3回書いて全く同じ景色だった時立ち上がりました。何してたのかなと思ってこの10秒ぐらい。才能ですね。才能。だってこうやったんすよ水中で、それで全く同じ場所ってもうなんかね諦めるでしょ。いやそれ僕も同じなんですよ、多分足と手が多分連動してるんですね、うん、多分前に進まないんですよ、うん、だから頭で描いてる形になってないんですよおそらく。だからもうそれだからクロールと背泳ぎだけはできます一応。僕一回海沿いでタニシをなんかテトラポットであるじゃないですか、あれにへばりついてるタニシを海に投げ入れるゲームっていうのを一人でやってたんですけど、そしたらタニシに引きずり込まれてもうすごい勢いで誘われてったんですよ沖の方に。でうわやばと思って服濡れてるからちょっと沈みがちになってもうクロールしたんですけども、水深1メートルぐらいのところしかクロールできなくて、もうそれなかったら多分死んでましたね、クロールできなかったら。で妹が見てたんですけど全然親とか呼びに行かず爆笑してるんですよ、兄が死にゆく姿を。妹もやばいですね。いや妹やばいっす、だから最高っす。本当にそうなんですよ、だからいつかね仕返ししてやろうと思うんですけど、やばいって、寝に持ちすぎ、いい攻めをしていただいて、で、ひかりさんはお得意なことは。私は料理です、うん、料理が得意。何料理とかあるんですか、マダガスカル料理、うん、マダガスカル料理言われてもわかんないです。クスクスとかですかね、なんかわかんないですけど。違います、もう本当に普通の家庭料理ですね。日本的な、日本的な、日本は和食じゃないですか、うん、そうですね。和食って、うん、なんか私的にはちょっと難しいっていうんですか、なんか調味料の配合がなんかちょっとめんどくさいなっていうのがあるので、うん、うん、めんどくさがる趣味が料理なのにめんどくさがるんですね。めんどくさいって言っちゃった、うん、でなのでかん簡単っていうのかな、うん、なんかイタリアンが好きですね、イタリアンを作るうん、いいですね、うん、で部活は何をやってましたか。あ、それ水球ってさっき言ってましたね。そうです、水球部だったんで、うん、ひかりさんは。私は剣道部でした。うん、じゃあ家に真剣がいっぱいあります。いっぱいありますか、やばいです、ちょっと今通報していただいて誰かに銃刀法違反になりますからね。でもなんか強いんですか。強いですかね。弾を持ってる。2弾持ってます。2弾、日本じゃなくて2弾ですね。2弾です。いやーだから、まあ弾がちょっと感覚、伊藤さんやったことあります。いや僕全然ないですよ、本当に。うん、僕なんか家の電気に垂れてる紐をシャドーボクシングしてましたけどね、中学の頃は。強そう。強くなると思って。強いですね、それは。うん、いやだいぶちょっと中学がやんちゃ中学だったので。そうだった。そうなんですよ。普通に廊下を原付で走ってるっていう。あららら、危ない。そうなんです。まあ、もうそういう時代は終わりましたけどね、もう今の。水球部ってなかなかあんまりある学校って少ないですか。そうですね、確かに少ないです、うん、大分県の高校で1個だけだ。あ、高校の時インターハイ行けるじゃないですか、絶対。確かにインターハイが、インターハイ、インターハイが女子がなかった、うん、あ、なかったんですね。じゃあまあそれは出れないというか、何校ぐらいあるんですか、でもそういう水球部みたいなのは。九州とかで、九州で3つかな。女子っていうのはめっちゃ少なくて、じゃあなかなか試合自体が大変じゃないですか。そうでした、ね、そうでした。なんか普通のねメジャーなやつってもう週1ぐらいで毎週週末試合してみたいな、うん、なんか中学生の男の子と練習するみたいな。あ、女子サッカーとかもでもね人数足りなくてとかいうのも多いですもんね、うんうんうん、なるほど。で、いわゆる
マイフェイバリット的な好きなことは何かありますか？食べること。食べること。食べに行く、うん、飲む。それあれなんですか、いわゆる体コントロールみたいなのはあの別に総合的には大丈夫、したいなって思ってはいます。うん、はい、してないです。気持ちだけ。はい。え、なんかあるんですか、その基準の体重とか。基準の体重、いや、ないです、ないです。鏡見てやばいなと思ったら、数字で見たくない。ああ、なるほどね。ひかりさんは。私は、うん、一日のルーティーンに絶対入れてるのがストレッチです。素晴らしい。朝と夜やってます。あ、じゃあ柔らかいんですか。柔らかいのかな。披露しますか。披露しようか。できるんですか。え、じゃあ僕と伊藤さんが片足ずつ持ってくれるんですか、これ。どうなひっくり返って、あのなんか殿様が運ばれる車みたいになっちゃいました。じゃあまあまあ、でも何がどこが柔らかいとかあるんですか。足とか腕とか。手くっつく。前屈。あ、前屈が。ここまで。あ、もうこの辺まで。すごっ。それは無理ですね、僕はもう。あ、僕それ勝負できるかもしれない。本当ですか。柔らかいんですか。僕多分それだったらいけるかもしれない。おー、はい、まあでもやらせないですね。伊藤さんにはやらせないですよね、特技披露は。ということで、続きまして、苦手なことというか、なんかこうちょっとこれは苦手なんだよっていうことありますか。苦手ですか、うん、もうさっきのにちょっとつながるんですけど、うん、管理。管理。体重とか。それは体型に関わらず管理が苦手。あ、苦手です。あ、そうなんですね。あの道とかも苦手。管理ないみたいかもしれないですけど。めっちゃわかる。いや、伊藤さんはもう苦手の域超えてるんで。あのもうめっちゃ道迷います。めっちゃ道間違うんです。じゃあこのいわゆる何ですか、あのアプリとか見てもたどり着けなかったり、こうどっちのこと言ってんのって。いやいや、あのもう回転してるんですよ、あれ、あの重さ時点で。一緒に動くから、こうどこ見てるか分かんない。うん、まあ、ちなみに今日はあの暴露するとに、あの真央さんは10分遅刻しました。本当に言わないでください。本当に言わないでください。だからもう嘘じゃないです、今の苦手なことは。うん、だからもう分かんなかったですもんね。すいません。今、郵便局なんですけどって言ってましたからね。ということで、まあ、苦手なことは十分分かりましたけど、ひかりさんは。私は漢字が苦手です。あー、漢字。漢字苦手です。でも逆にマダガスカル漢字みたいなやつが得意とかそういう。マダガスカル漢字って。だって絶対ね、そういう影響あるでしょ、3年も違う国みたいな。そうですね。影響ありそう。ひらがなとかも覚えるの遅くなるしね。うん、しかも私本読むのが好きで、うん、あの最近だからよく読んでるんですけど、うん、もう読んでると分かんない漢字がいっぱい出てくるから、うんうん、もうなんかその漢字調べるのに必死で、うん、もう本当漢字の勉強してる人みたいな。ああ、その本を読んでるというよりも そこに出てくる漢字をランダムに。まあでもね、あとなんか四字熟語が苦手みたいな。そうです、四字熟語もね、なんかいっぱい使ってくる人がいるので。だから伊藤さん気をつけないとあれですよ、嫌われますよ。四字熟語とか、なんかいや、使う人いますよ。おじいちゃんとかが使っていきたいですよ、その格言みたいな感じで。いやでもね、意外となんか入れちゃいませんかね、たまに。焼肉定食って感じですか。焼肉定食はメニューです。四字熟語、あ、でもまあそんな言わないか。なんか四字熟語もだけど、あれじゃない、あのビジネス用語とかを挟まれるとめっちゃ難しくないですか。難しい。ビジネス、あ、あれね、英語横文字系でしょ。そうそうそう。あのいわゆる突然 B2C とか言い始めたりとかそういうことでしょ。そう。C って何ですかみたいなね、ういう初めて聞く人は。まあだいぶ社会人になればね、少しずつ慣れていきますけど。じゃあそういう漢字を勉強はするつもりはあるんですか。あ、勉強してます。あ、してます、うん、じゃあまあいつか追いつけます、ね、はい、頑張ります、うん、なるほど、続きまして、じゃあお仕事のねお話も残り10分ちょいで聞いていきたいと思いますが、はい、真央さんはお仕事はなんか大分から、あ、大分の時はどういうことをしてたんですか。大分の時は製鉄所で働いてました。それがだからもうこのイメージとのギャップですよね。え、鉄が運んでたんですか。多分働いてた時の人からしたら今の方が多分意外な感じには見えてると思います。ああ、そうなんですね。じゃあでもそれなんで鉄に行こうって思ったんですか。
やりたいことがなくて、高校卒業してそのまま就職したんですけど、うんうん、でやっぱあの地元では大きな企業だったので、うんうん、いけるんだったら受けてみようみたいな感じで、はい、あしたらあじゃあ結構希望通りっちゃ希望通りなんですか。そうですね、まあ勧められたからっていう感じではあります。なるほど。で、その後はどうなって東京に来たんですか。その後は辞めて、うん、なんか辞めたし思い切っちゃおうって思って一回東京行きたいなって思って東京出て、うんうん、あじゃあ東京に行きたい気持ちは前からあったんですか。もう東京か福岡にどっちかに行ってみたいなっていう。ああまあまあ九州のね、あそうですそうです、一番その栄えてるというか。そうですそうです、うんうんうん、でもうこの際思い切って行っちゃえ。あじゃあ2ランクアップというまあアップなのかどうかわかんないですけど、まあその栄えてるので言うと、そうですね、うん、はい、もう一気に一番にぎわいのあるところへ行こうと。はい、うん、でこっちで就職またしたっていう。なるほど、はい、からのバチェラージャパン。そうですね、うん、はい、ということで、じゃあそこに今少しねこうやってメディアに出たりもすることがありという並行と、はい、いうことですね。はい、ひかりさんはお仕事の経歴的にはどんな感じですか。経歴、うん、最初に芸能のスタートは、芸能のスタートは、4年前で、うん、4年前で、大学の就職活動のタイミングで就職しようかな、うんうんうん、あのフリーでモデルやったので、うん、本格的に事務所に入ってモデルをやろうかなって悩んだタイミングで、うん、あのスカウトしていただいたので。なるほど、事務所に入りました、うん、じゃあそれもめちゃくちゃいいタイミングだったんですね。タイミングが良かったです、うん、で、そんなお仕事スタートをして、はい、これちょっと楽しかったなみたいなお仕事は過去ありましたか、真央さんから。はい、もうつい先日なんですけど、うん、韓国に行って、テレビ局のそのロケに出させていただいたのが、うん、すごい楽しかったです。それはどんな企画だったんですか。なんかわがままツアーみたいな感じで一日の中に美容のところにを回るのを詰め込むっていうロケでした。美容は関心は普段高いんですか。高くなりましたね。あ逆に、はい、全然なかったのがちょっとずつ、うん、じゃあもうそれをいろいろどうでした、なんか感想というか。感想、どれが良かったとか。あ、良かったなと思う、なんかスキンボトックス、へ、なんか痩せたってめっちゃ聞かれました。鼻艶がすごい。いや、そのビフォー知らないですから。そうそう、ビフォー知らない。急になんかあの入ってきて、なんかいいわねそれみたいな感じで出てきましたけど、知らないでしょっていう。じゃあそれがおすすめですね、良かったって思います。あとなんかファンデーションを自分の色にこうオーダーメイドで作ってくれるとこがあって、うんうん、それもすごい気に入ってます。よく使ってます。じゃあすごくあれですね、いわゆるこうなんですか、美容の知識がこうもうついてますね、うん、上がった感じ、はい、うん、まあ、しかもねテレビでやれたら、しかもねその認知も同時に上がってますから、うん、嬉しかったです。一石二鳥ですよね。一石二鳥、うん、光さんはあーしまった、ちょっとあのあと命何個あったら足りますから、ね、毎度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 ちょっとね罰を受けるみたいな感じになりかねないですけど、で、光さんはどうですか、楽しかったお仕事。楽しかったお仕事、うん、楽しかったお仕事ですよね、うん、ジェリーっていう雑誌の、うん、YouTube 企画で、うん、なんだっけな、あ、そう、あのモテ講座みたいなのをやったんですよ、うん、はい、で、な鈴木ひかりのモテテク講座みたいな、うん、5000。でもそれをやるにはモテるエピソードがないと説得しないじゃないですか。ちょっとどうやってくださいよ、じゃあどうやるな、どうやりエピソード、本当そう、すごいよ、どうやりエピソード1個出してください。はい、中学2年生の時に1ヶ月に10人に告白されて、うん、それ全校生徒何人なんですか、そもそも。5人ぐらいですか。それタコもタコも倍できたみたいな、そういう伝説なのかなと思いましたけど。すごすね、モザンビークですから。違います、ね、モザンビーク5人ぐらいしか多分いない。中2はもう日本です、ね、10人ってすごいですね。
いや1ヶ月で10人ってことはだから1年間で120人送ってきたってことですよね。違います。1ヶ月になんか集中したんですよ。集中したんですか。はい、じゃ誰かが背中押してんじゃないですか、後ろから毎回次お前行けよって溜まってたやつらが順番に。そう、でもそれがストレスでめちゃくちゃヘルペスができたんですよ。だそれ絶対呪いですだからもう一人が絶対夜光さんの部屋になんか謎のウイルスとか仕込んでその都度一個ずつこうやって増えていくみたいな、ね、だからもうやだやだ。でもなんで断ったんですかそれ全部。全部断ったんですけど、その時あの気になる人がいたので、うん、なので断ってました。一途ですね。一途です。それはでもなんだろう、そこまで気になってたら10人断るぐらい気になってたら行かないんですか。あ、確かに、うん、いや確かに今気づいたんですか。今気づけました、確かに、うん、私多分受け身なんですよ。モテ講座やってる場合じゃないですよそれ。今気づいたレベルならば確かに、うん、それ受けないと先にモテ講座確かに、うん、すいません。じゃあそれで、あで何でした、行ったんですか。向こうから来るのを待ちました。そんな奥手な感じですか。受け身なんですよ。それだからあれですよね、ランダムっていうかその住人の中にその人が入ってきてくんないと成立しないと。そうですね、11人目に来たんですか。そうですね、11人目に11人目来たんですか。11人目に、あ、来たんですか。あ、じゃあよかったですね。それはだから止まっちゃったんだ、伝説が。あー、なるほど、確かに確かに、あと50人ぐらい行っとけばねもうなんかそれこそ本3冊ぐらい出せたかもしれないのに。また講座で、うん、でもその後もね、絶対だからその来てるわけでしょ、延べで言ったらね、その月だけで10人だから、その後一切モテないことはないから、すごいわそれちょっと本当に。いや、マジ来たいですね。でその講座は何をあれしたんですか、伝授したんですか。5個やって、なんだっけな、一番いいやつにしときましょう。5個言ったらもう多分来週までかかる。あ、分かった、思い出しましたさりげなくボディタッチを入れる。確かに確かに伊藤さん弱そう、伊藤さん。あ、そう、女性から男性へとこですね。そうです、そうです、はい、ちょろいね、多分触れられた瞬間に多分好きになる、伊藤さんもあの触れようとしただけでも好き。そうそう、触れようとしただけで、うん、そうです、触れなくていいですもう触らずとも体が回復するように生きてるんでね、早い。じゃあそういうモテテクをじゃあ5個他にも、あ、それは何だか YouTube 残ってるんですか。 YouTube 残ってる。あら、じゃあもうこの後見ていただいてね、はい、皆さんには。恥ずかしいですよね、はい、いやいやいや、でもそれはもうね、だってもうそのベテランの人が語ってるやつですから。で、あと、大変だったお仕事はありますか。あ、今のやつ、あ、うん、なるほどね。あ、これですね。あ、これじゃない、もう一個。あ、これじゃないやつ消えちゃいましたよ。もうダメは密着してて、もうすでにやばいですもんね。いやいやいや、伊藤さんはもうあのセクハラですぐ帰ってきます。ね、ということであれですか、じゃあまあまあ YouTube 見ていただくとして、はい、ちょっと大変な思いをしたお仕事のエピソードはありますか。大変な思いは、うん、私はそのバチェラーの関係の、うん、取材、うん、とかでの写真をこうたくさん撮るのがすごい苦手で、うん、大変でしたね。それはなんかあれなんですか、もう撮られ慣れてないから大変なのか、もうプライベートの時も人にカメラを向けられたらもうさって、いや、なんかこう普通にイエイってやっちゃうんですよ。あ、そう、あ、そうなんですね。あ、いつもはそうです。だけどこう集中しとかなきゃいけないみたいな、違うことに。ポーズしてとか言われて、ポーズって何みたいな感じ。確かにね、わかんないですよね。わかんない、どこ見ていいのかもわかんない。それサポーターは光さんですか。あ、もう完全サポーター。こうよこうよみたいな、カメラの向こう側で、そんなポーズ見たことないわよみたいな、マダガスカルのやつを見てもなおこうみたいな。じゃあいい先生じゃないですか。めちゃくちゃいい先生してくれましたよ、ね、だからもうすごいね、師匠的な感じになっちゃいました。やりました、本当に、うん、伊藤さん、ポージングは得意なんですか。ポージング、そうですね、あの、僕も大体これですね。それ、安田大サーカスの男女がやってるポーズですからね。お笑い芸人のポーズですから、ね。で、もう終盤ですけれども、じゃあ今後、なんかどんなことをしていきたいですか、お仕事的に、未来のお仕事。未来のお仕事、うん、ラジオいっぱい出たいです。おお。なんと嬉しいお言葉でしょうか。いや、今後出たいファン組んでいっぱい、うん、いや、もう出たい。もうあれですよ、もうあのここのスタッフの方々がもうこの番組を逸脱して一日中出してますね下手したら週8で出されますよ、ね、週8超えちゃった。じゃあだからもうね、その新たな
ラジオトークというか真央さんでも声なんか落ち着いてていいですよね。確かにラジオ向きな。あ、嬉しい。ひかりさんはなんかやりたいお仕事は？私もラジオやりたいです。すごい猛アプロ。あれちょっと僕今2人から告られてます。伝説的今ちょっと今1ヶ月どころか1日で2人見てくれたんですけど、どうしよう。ヘルペス。確かに確かに。すごいなんかいろんなあのアルコール塗っときますね。アルコール塗っとく。消毒しないと、じゃあラジオにちょっとこう露出をしていこうということですね。あとでもひかりさんはファッションとかも。そうですね、ファッションのお仕事ももっといっぱいしたいです。いやでもね、ファッションはまあね、もういくらでも広げられますからね。頑張ります。はい、じゃあもう終盤ですが、告知といいますか、なんかこう見てもらいたいことはありますか？私、スイーツのオンライン販売、インスタで告知するので、見ていただきたいです。あとはモデルの、情報はインスタを見てください。はい、じゃあまあインスタに集約してると。はい、はい、真央さんはどうでしょう？私もインスタを見てほしいなって思います。そこにいろいろもう日々撮ってるんですね。はい、日々を載せてるので。はい、じゃあぜひね、SNS で、まあ、まあ今後またね、はい、メディア出たりする時もご報告するかもしれませんのでね、皆さん今後のお二人のご活躍をぜひ見守っていただきつつ、はい、まあ僕はまあ一応ちょっと他の番組もやってますのでね、まあ、ぜひ絡んでいただければ、まあ、ラジオであれば一応ちょっといろいろとね便宜をというとちょっとやらしいですけど、ということで、ね、僕、一応ちょっとレインボータウンヘームという曲でやってますけど、次のゲストが火曜日の毎週7時半から、次は、佐藤ノアさんという、音楽と、モデルさんやられている方と、その次は AKB48 の、小栗優衣さんというね、センターになられた方が近日ゲストとしていらっしゃいますので、ぜひお聞きください。じゃあ、また来月、はい、はい、お会いしましょう。今日の番組、出口大輔と伊藤大輔の、おしゃべりワンルームをゲストに鈴木ひかりです。はい、西山真央です。はい、またお会いしましょう。さよなら。